ホーム、アジロ駅は、静岡県熱海市下賀にある、東日本旅客鉄道横浜市社伊東線の駅である。駅番号は、JT24。駅名は、アジロ駅であるが、熱海市、アジロではなく、下田賀に所在する。日中を中心に、伊東線、伊豆急行線との相互直通運転が実施され、朝、夕から夜には、伊東線を走行する上野東京ライン系統の、 列車も発着する、交通系 IC カード Suica が導入され、Suica 首都圏エリアに属し、首都圏 IC カード総合利用サービス及び交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応している。また、旅客営業規則の定める大都市近郊区間制度における東京近郊区間にも属している。 伊藤線中間駅では2015年3月8日より実施の無人駅化に合わせた駅遠隔操作システムの導入に伴い自動券売機から多機能券売機への交換伊藤駅へつながるインターホン、券面確認台を併設した自動生産機の新設が行われた従来、有人窓口以外で行うことができなかった処理については伊藤駅の駅員が 自動生産機を遠隔操作することにより、対応している。森土上に島式ホーム一面二線を有する、地上駅、東駅構内は、R イコール240から400の急曲線になっている。そのため、制限速度は時速 35km になっており、スピードアップの大きな妨げとなっている。また、熱海方には新大山トンネルが、伊東方には一メートルの、 新宇佐見トンネルがあるため、非常に見通しが悪い構造になっている。ホームには、内包線付き展示ブロックが設置されている。駅舎は一番線の線路を挟んで東側に面しており、ホームとのアクセスには、森土内通路を使用する。森土内通路にはホームを結ぶ、車椅子対応エレベーターが設置されている。改札口には、切符回収箱、簡易水下改札機、 スイカ対応の自動生産機、多機能券売機の他乗車駅証明書発行機が設置されている。改札外には、伊東線に関する情報の表示のみに対応した運行情報、時刻表ディスプレイが設置されており、列車運行情報サービス、どこ、トレと同様の内容に加え、当駅を発車する上り下り列車の初電から終電までの時刻表が確認できる。トイレは、 改札口を出て、左に曲がると進行方向正面にある。多機能トイレは存在しない。なお、このトイレは、個室内の完全洋式化工事を行うため、2019年1月22日から3月21日まで閉鎖され、近くに代替として仮設トイレが設置されていた。公衆電話は、改札口を出て、左に曲がると進行方向左側にある。 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅前のアーチ駅前にはアーチが設置されている。特急、踊り子の隣の停車駅は列車記事を参照。東日本旅客鉄道伊東線伊豆長駅、安城駅、宇佐美駅 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員静岡県統計年間。ありがとうございます。